FC 琉球進化 TV 今週はよっしゃ琉球のゴールを守る東ジョン選手そういう相手に通じた時はめちゃくちゃ嬉しいしワクワクします明るくおおらかなイケメン選手の素顔に迫ります富所選手が今シーズン8ゴール目4位沼津とのホームゲームFC 琉球進化 TV スタートです FC 琉球進化 TV は車探しはフーネット沖縄プロトソリューションの提供でお送りします背番号35、東ジョン選手 J1 名古屋グランパスから期限付き移籍で加入した22歳。今シーズンは22試合に先発。手足の長さと抜群の反応速度で琉球ゴールを守ります。個人的には途中から試合出れるようになって、でいろいろ難しい場面も多かったですけど、全体的に見たらまあよくやってるなっていうのは思うし、まあ、こう3連勝したり3連敗したりっていう継続して勝つっていうところがまだまだ課題なんで、そこだけもっともっと安定してプレーできるように、で結果につながるようにやっていきたいです。フィールドプレーヤーを後ろから支えるボールキーパー、心がけているのはポジティブさ。すごくこう走ったりするとフィールドの選手集中が切れたりすごい疲れたりする時もあるんで、そういう選手に集中をキープさせるような声かけを言ったり、いいプレーした時にめちゃくちゃ褒めてこう波に乗らせるような声かけっていうのは意識してます。ジョン選手に今シーズンのベストゲームを尋ねると意外な答えが。大宮戦ですね、負けたけど。6月アウェーで戦った大宮アルディージャ戦、首位を独走する大宮にリードされる展開ながら、後半アディショナルタイムで同点に追いつき、勢いのまま勝ち点3を狙いましたが、試合終了間際痛恨の勝ち越しを許してしまった試合。首位大宮を苦しめながらもあと一歩が及びませんでした。めちゃめちゃ楽しかったです、やってて。で攻撃の質がめちゃくちゃ高くて、相手のしかもボールもたくさん来ますし、でプレッシャーも来て、その中で自分がどれぐらいやれるかっていう、首位相手にどれぐらいやれるかっていうところで挑んだ試合だったんですけど、失うもんなく積極的にプレーできたし、通じたものもたくさんあって、で最後の最後に結果的にやられてしまったっていうめちゃくちゃ悔しい思いもあったし、なんかサッカーっていろんなこう要素が詰まった試合だったなっていうふうには思うし、自分的にはああいう試合を勝てるようになったらもっともっと楽しめるなと思って、大宮戦が一番なんかサッカーしてんなって思いました。ゴールキーパーコーチのキン・ジョンダルさんはジョン選手をこう評します。キーパーって2通りだと思うんですけど、一つすごい責任感があってこう真面目でっていうタイプと、まあ、もう一つはこうそんなにこういい意味で重く受け止めないで次に切り替えれるっていう、楽観的に考えれるっていうタイプだと思うんですけど、まあ、どっちかといったら後者かなと。強い相手との出会いは自分を試す喜び。ワクワク、まあなんかそんなアニメのセリフみたいな感じになっちゃうんですけど、でもそうですね、強い相手でやるときは自分のプレーがそういう相手に通じたときはめちゃくちゃ嬉しいしワクワクします。飾りのないおおらかな性格のジョン選手。よっしゃシーズンは残り9試合、 J2 昇格へ。前向きな守護神がチームの背中を後押しします。どんなにいいスタートシーズン切っても、結局最後の最後でこう連敗して
結局昇格できなかったっていうのじゃ意味ないんで、まあ、結局このラスト10試合に全てかかってると思うんで、キーパーとして、まあ、自分だけじゃなくみんなにこう促して、で目標を絶対達成できるようにやっていくしかないと思います。 CM の後、ジョン選手が出場した 9.21 沼津戦。9月21日ホームに沼津を迎えた赤のユニフォーム FC 琉球。風上を利用した沼津のボールにも東ジョン選手がしっかり対応します。中央から崩しにかかる琉球、前半21分決定的なシーンを作ります。裏を抜けた竹澤選手から重松選手へ、藤原選手逆足のシュートは惜しくもミートできませんでした。前半風下で耐えた琉球、スコアレスで試合を折り返します。その風があってクリアも飛ばず相手が押し寄せムードになった時に、しっかり前半はゼロで抑えたら絶対勝てるというところ で前半しっかりゼロで抑えた、この風の中で抑えたというのは、まあ、守備的には良かったなと思います。エンドが変わった後半、開始直後から主導権を握ります。富所選手のシュートは枠をそれますが、その直後ペナルティーボックス内で富所選手が倒され PK を獲得。富所選手が落ち着いて決めて先制。しかし後半35分、一気に4人を入れ替えた沼津に一瞬の隙を突かれてしまいます。追いつかれた琉球、風上を生かし猛攻撃を仕掛けます。選手たちの攻める姿勢にファン、サポーターも手拍子で後押しをします。しかしあと一歩及ばず、上位沼津を引きずり下ろすことができませんでした。なかなか簡単じゃないんですけど、もう常に最後の試合だっていう、現状の力以上のものを出さなければ何かが起こらないので、その辺を、そしたら今ないものをどうするか、より思い切って気持ち持ってやるしかないよねっていうところだと思います。ネガティブに感じれば勝ち点2失ったんですけど、まあ、でもいつもと違うような入り、後半の入りでみんな気持ちも出してたし、まあ、これをまあ次につなげれたって言えるような試合を次したいです。昇格プレーオフラインとの勝ち点差は3、残り9節、まだまだチャンスはあります。そして今日 FC 大阪との試合がホームで行われます。少なくなってきた上位との対戦、しっかりものにしたいところです。場所は沖縄県総合運動公園、タピック喧騒ヒアゴンスタジアム。夕方6時キックオフです。ルーネット沖縄プレゼンツ進化ドライブトーク、今回も FC 琉球さくらの牧師ひな選手と三宅ゆりや選手の2人、おすすめドライブスポットを教えて。おすすめのドライブスポットっていうか店は、海を飲む蕎麦屋さん、沖縄蕎麦。海中道路渡って向こうか、蕎麦の上に
海ぶどうとか、なんかもうほんまにザ・沖縄っていう食材が乗ってて、でこの間行ったんやけど、うん、めっちゃ美味しかった。美味しいんやけど暑いから。何が暑い？スープ？違う、あの扇風機しかない扇風機しかないから暑いね、夏は。そっち、だから冬に行ったら OK。 じゃああったかいね、冬に行ったらそうやね、あったかいね、ちょうどいいぐらい。車は仲間と距離を縮められる場所。ルーネット沖縄は仲間と笑顔になれる車探しをお手伝い。ウェブサイトにあるルー鑑定証を見れば中古車の状態が一目でわかります。車両状態を確認するのは車のプロである公正な第三者機関。一台一台丁寧にしっかりチェック。あなたの車探しをサポート。グー鑑定の鑑定書と鑑定済みポップは実際に販売店でもご確認いただけます。ぜひあなたのパートナー見つけてください。グーネット沖縄は一目でわかる総額表記。車探しはグーネット沖縄で検索。FC 琉球進化 TV は、車探しはグーネット沖縄、プロトソリューションの提供でお送りしました。